です。ベンチャーお疲れ様です。よろしくお願いします。今回ベースボールタウン潜入企画第2弾ということで、この前レガゼロのシダをやったんですけど、今日は1日来てる中での一つの企画で、ベーチャーさんの方で自分の片付け特集みたいなのをやってもらってると思うんですけど、その新品から片付けるどう変わるのかっていうのを動画でお伝えしていきます。で、片付けするのがこちらです。はい、軟式用 Z プロステータスのサイズ2、これですね、自分ちょっと気になってまして、 Z というと源田選手、今宮選手、サイズ4なんですよ、吉川選手も。で結構そこにみんな注目がいってるんですけど、源田選手もちょっとでかいなっていう、結構思いませんか皆さん。大きいですね。ちょっと自分もでかい派でかいですよね、で、まあ、もちろん人気はあるんですけど、中学生とか軟式の部活の子とかだったらサイズ2とか1もあるんですけど、サイズ2、これ誰々選手モデルってわけじゃないんですけど、サイズ2のつかみ、なのでちょっとこれ今日ですね、片付けして、この最初の状態、軟式でも結構硬いですよね。硬いですよね。こんな感じなんですけど、これを片付けしてどうやって仕上がっていくのかをお伝えしていきます。やっぱでも売れるのは源田選手と山田選手ですか。そこがやっぱね、人気どころではあるんですけどね、サイズ1とか2もあるんだよね。そうですよね。1にはやっぱり劣ってしまいますか。そうですね。まあそこは選手のネームもあると思うんですけど、2もいいよっていうのを今日ちょっとお見せできたらいいかなと思います。本日よろしくお願いします。お願いします。はい、というわけで今外で準備してもらったんで早速やっていくんですけど、これ同時進行でベイちゃんの撮影もやってます。さっきお伝えしたように硬さは今このくらいです。軟式の中だったらガチガチに硬いですね、今回のやつは。でこっち水あるんで水入れてやっていきます。こっち置いてやっていきます。今かなりいい感じに吸ってるんで、でいつもはまず自分土手からほぐすんですけど、動かしやすいようにします。まあでも片付けは正解がないと言われてるんで、人によって使い方が違いますからね。そうなんですよ。ちなみにこれ結構軟式の中だったら硬いですね、このプロステの今回のこのシリーズは。皮が良くなってるってことですね。良くなってます。芯が硬いですね。そしてはい、そしたら次は小指、ここで折ります。ヒンジの部分、はい、この人間でいうここで折ります。で結構これはもうがっつり体重かけるんで、しっかりもう全体重をかけます、自分は。で今度はこっち親指側、はい、親指がこう効くように。でこれは結構好み分かれて、最近だとこう使う人ってあんま使わないんですけど、自分は効かせたい人なんで今回効かせます。ただこれ今回ポケットつかみなんで、少し気持ちって感じですね。でも全体重です。でここができてくるともう動きが出るんですよ。さっきのガチガチから少しこうこの方が動いてくるんで、そこからあとは残りの3本つけていきます、これポイントがあって、自分の場合はこういう感じですね。ああもう下の方から。そうです、手の後なんで、グローブの指だとここじゃないです、けどこの辺から折るイメージでがっつり入れます。こういう感じです。そうすると人間でいうここから曲がってる感じです。次の指も1本ずつ。そうです、これ1本ずついきますね。でもう最初のガチガチのグローブとか公式だったらこれ外してもいいかなみたいな、正直こう見栄えはあんま良くないですよね、今のこの感じでは。そうですね、体重かけて。そうです、結構グニャグニャやっちゃってますけど、はい、そしたら1回開きます。でもう顔がだいぶ変わりましたね、最初に比べて。顔がだいぶ変わったんで、もうちょっとこう掴めるようにしていくんで、次ウェブなんですけど、ここだけではなくここからしっかり揉んでいきます。こっからですね。これ結構自分大事だと思ってます。ここが硬いと弾くんですよ、意外と。はい、そしたらここでパンチャー登場です。いきます。まず平を伸ばす感じで。パンチャーは片付けじゃなくて平伸ばしでやってるんで、ポケットはこれで意識ないですね。ただ伸ばしてるだけです、自分は。手のひらのシワをなくす。そうです、そうです、はい。これ人それぞれ違うと思うんですけど、そしたらだいぶほぐれたんで、手入れてここから手に沿わせていく。で3つ目いいですか、ポイント。よくやるのがこっち側だけを叩いたり揉んだりしてる人がいるんですよ。そうすると人間の手と一緒で、こっちだけやらなくてもこっちが張っちゃうとついてこないじゃないですか。ああなるほど、はい、ここを伸ばしてあげないと意味ないですよね。意味ないっていうかついてこないんですよね、なのでここです、3つ目のポイント、はい、背面も入れる。こんな感じ。で今これつかみなんで、今この辺イメージしてます。いつも自分こっち広いんですけど、これは結構こっち側でウェブ下ではい、ここにポケットが来るようにっていうので、ここからポケット作りです、はい、ポケット作りボールを入れます。で体重かけていくんですけど、ボールって硬いんで、うん、潰れないじゃないですか、はい、カラーボールじゃないと。だからもう思いっきり入れちゃって大丈夫なんですよ。絶対潰れないんで、思いっきり体重かけます。でいろんな方向から、これボール入れてないとね、そうなんですよ、べちゃって潰れちゃうんで、ポケットが作りづらいですよね。そうか、補給面がこうなんか出っ張っちゃいますよね。そうです、そうです、そうです。けどソフトボールではないんですよね、なぜか。なぜか野球ボールでやりたいんですよ。だいぶ変わってきました、もう動くようになってきたんで。でそしたらこれスチーム1分自分いつも入れます。スチーム入れて最後仕上げて乾燥に持っていきますっていうので、スチームちょっとお借りします。はい、はい、現状ここまで来たんで、ここからスチームで仕上げて、でまた乾燥っていう感じになりますね。はいはい、というわけで、あれから数日後ということで、千葉から戻ってきましてですね、グラブの方乾きました。今回片付け終わってサイズ2ってことだったんですけど、ポケット的にはやっぱりこの奥で、補給面も今宮選手のモデルとか源田選手に比べるとかなり狭い形になっております。なのでポイント的には結構この狭めのポイントでしっかり掴むっていうグラブになってくるんですけど、まあ使い方としては使えなくはないんですが、2つの今宮選手、源田選手に比べるとこのこっち側がですね狭く感じるかなというふうに思います。なのでここポケット1点奥で、こっち側のウェブ下でしっかり掴むという形を使いたい方はおすすめなんじゃないかなというふうに思います。あとはその2型がサイズ4でサイズ2なんで、ちっちゃめの掴み系を探している方おすすめかなというふうに思います。まあ、軟式のグラブなんですけど、しっとりしててですね、 Z のプロステなんでそんなにこう外れはないんじゃないかなというグラブなんですけど、もし気になる方は動画の概要欄から購入できますのでチェックしてみてください。まあ、サイズ2ってあまり取り上げられてないと思うんで、サイズ2の比較とかをですねできると、もっとこの違いが伝わると思いますので、その辺も紹介できたらいいかなというふうに思います。それでは今日のチャンネルは以上です。よいしょ。リクエストして見つめ直したって覆らない、振り返らず走り続けろ。そして8月のプレゼント企画は GS 軟式オーダーグラブのオーダー権利を1名様にプレゼントします。今年から始まっている GS の軟式シリーズのオーダーグラブ、好きなポジション、好きなカラーで選んでいただき1名様にプレゼントします。チャンネル登録&コメントで応募完了です。当選者の発表は9月1日の動画で発表いたします。